また台風が近づいています。気をつけてください。今の時期の台風は結構大型です。やっぱり出かけることを考えずにじっとしとくのを優先する方がいいでしょう。最近潜水艦の情報があまりないのですが、その潜水艦の性能、日本の潜水艦技術はトップクラスです。しかし最近傾向としては潜水艦の各国のスタイルは垂直発射管を搭載する潜水艦が多くなってきています。あのオーストラリアもそっちの方向で進んでいるようです。もしかするとオーストラリア潜水艦計画は原子力に変更になるかもしれません。まあ噂ですけどね。でもオーストラリア自体が核を拒んでいる傾向にあります。なので原子力潜水艦はまあできないでしょう。フランスはそっちの方が作りやすいでしょうが、フランスが建造した原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に変更する。まだまだ変更の余地はあると思いますが、日本が搭載したリチウムイオンなどでも計画はできるでしょう。しかし大幅に開発費が膨らんでいくとは当然考えられます。今でさえ遅れているオーストラリアの潜水艦計画ですが、いつ完成するかはもう
わからないですね。いろいろ情報がその度その度に飛び交うようになってきています。さすがに考えるオーストラリアでしょう。まだオーストラリアには潜水艦を建造した技術がないので、これまた期間は未知数、どれぐらいかかるか分かりません。本来なら2年かけて作るところを5年ぐらいかかるか10年かかるか、1隻目を作ればあとはだいたい作り方はわかるので見えてくる部分はあるでしょう。日本も現在の建造スピードが限界になってきます。そうそう、潜水艦に乗るにはやはり適性が大事で、絶対にトラブルを起こさないということが重要になってくるでしょう。あとは密室での集団生活、これに耐えれる人、やはり世の中にはいるんでしょうね。やっぱり体型も関わってくると思われます。あまり大きくてもダメだし、横に太くてもダメでしょう。ある程度身長が低く細い、やはり潜水艦にはそんな体型が一番合うのではないでしょうか。潜水艦の艦長ともなるとやっぱり作戦任務などより多くのことを考える何かすごいなと今さら考えます。一度乗ってみたい潜水艦ですが乗れないでしょう。最新鋭の潜水艦の情報も漏らすことはできないので、建造している人たちも喋ることはできない、極秘性に満ちた今まさにそんな時代でしょう。それでは、潜水艦の各国のスタイルは垂直発射艦を搭載する潜水艦が多くなってきています。あのオーストラリアもそっちの方向で進んでいるようです。もしかするとオーストラリア潜水艦計画は原子力に
変更になるかもしれません。